高校球児の伊豆名は試合中にある事件に遭い引きこもり、夜だけ外出する生活の中、伊豆名は妖艶な女性カズチに出会う。刹那の幻、ひと夏の夢、痛々しい思い出のフラッシュバック。初夏、安川真司とコラボレーションした紙面舞台とおっかの楽曲、テアトロ新人戯曲賞佳作受賞作品、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。